だから天皇皇后両陛下が特別国民体育大会の総合開会式に出席されてましたね。はい。小雨でしたけども、開会式が終わると大雨が降り出したようですね。何かやっぱり天皇陛下も持ってるんでしょうね。ちなみに開会式のお言葉を述べられて退場する寸前も、雅子さまは最後に手を振られてましたね。あのちょっとした対応に人柄が感じられますね。まあそうっすね。そして衣装も天皇陛下はブルーのネクタイで、雅子さまも帽子と洋服でリンクコーデをされていて素敵でしたね。入場行進する鹿児島県の選手団も、青と白を基調とするユニフォームで、ようこそ鹿児島へと横断幕を掲げて行進してましたね。ありましたね。この辺も事前に情報を入手して同じカラーにしたんでしょうね。まさにいろんな意味で神対応ですね。なるほど。そしてこれぞ国民の象徴って感じですね。ちなみに開会式が終わってからは、鹿児島県出身のアーティストの長渕剛さんが激励メッセージを込めて歌ったようですね。ブルーインパルスのアクロバット飛行もあったりとか、いろいろと盛り上がったでしょうね。しかも信子様も怪我から復帰されて急遽出席されると発表されてましたね。足のね。鹿児島出身の大久保利通の夜叉子だから、皇族の中でも信子様には来てもらいたかったんですかね。確かに。車椅子と言われてましたけども、大丈夫なんですかね。家で怪我してね。まあ、無理をしないように臨んでほしいですね。ちなみに天皇ご一家が9月23日から24日にかけて行われた日本臨床獣医学フォーラムが主催するイベントに行かれた様子を女性自身が書いてましたね。天皇ご一家は24日に書いたようですけども、人と動物の暮らしを考えるというテーマで、天皇ご一家と親交が深い獣医師も講演したようですね。見たいですね。天皇ご一家が御所で飼われている保護犬のユリはセラピー犬としても小児病棟とかを訪れ活動しているようですね。癒しのね。幼い頃から動物と触れ親しんで、働く犬に強い関心を愛子さまが持たれているようで、目を輝かして講演に耳を傾けられているようですね。愛子さまは現在学習院4年生で、コロナで対面できなかった友人たちと教室を移動される時はたくさん笑ってよく話し込まれているようですね。まあ、楽しいでしょうね。それと4年生なんで、卒業論文と向き合われる時間も増やしているようですね。他のお友達は大学院への進学が決まったりとか、就職が決まっていく中で、愛子さまの卒業後の進路も注目をされているわけですね。海外行くどうするかですね。天皇陛下と雅子さまがイギリスへ留学されたように、愛子さまもイギリスへの留学が支えられてきて、両陛下と同じオックスフォードが最有力と言われているわけですね。他の皇族もイギリスへの留学が多いですけども、これは皇室とイギリス王室の関係が深くて、警備体制とか学校関係者の協力も得やすい環境ということですね。もうやりやすいと。ただ愛子さまの留学が一部で延期になったと報じられたわけですね。これはファクトのことですね。来年春に大学を卒業して夏に海外へ留学となると、9月にも留学先を決めて調整を始めないと間に合わないけども、具体的な動きが見られないということですね。なぜ愛子さまがイギリス留学を断念しようとしているのかということで、愛子さまは長引く物価高や円安で苦しむ国民がいることに、両陛下と同じように胸を痛められているということですね。寄り添った方がいいのかということですね。こうした状況で愛子さまは海外留学をためられているんじゃないかということですね。まあ、宮内庁関係者じゃなくて名前を出してと言いたいですね。もし皇族が留学する場合は単身で行くことはないということですね。天皇陛下の時も護衛の責任者と東宮侍従が同行されたわけですね。だから2人分は渡航費とか滞在費とか費用がかかるわけですね。まあ、お金もかかるしどうするかってことですね。そして愛子さまはティアラの新調も見送られたわけですね。国民目線で那須御用邸から帰るときに着ていた服も、GU のワンピースで遊園地でグループ程度と報じられたときもユニクロの服だったわけですね。2500円ぐらいの安いやつですかね。オフの場面では国民と目線を合わせる姿勢を両陛下から受け継がれているわけですね。なんか留学に行かせたくないような書き方で、女性自身だから美智子さまが関わっているような感じがしますね。裏で 愛子さまは高校生の時にも短期留学で3週間ほどイギリスへ行かれましたけれども、帰国後に愛子さまが現地での体験をお話になる様子に雅子さまは感動されたようですね。そして天皇陛下もテムズと共にで留学で得られる経験や国際的な知見を高めることの意義を強調されてましたね。だから両陛下も急がずとも留学してほしいと強く望まれているように感じてますね。人生経験としてはすごい強いですからね。まあ、でも来年は両陛下がイギリスへ行かれますからね。その時に愛子さまも一緒に行かれてもいいかもしれませんね。確かに。
そういった留学だったら関連した予算とかも組まれていてもおかしくないですけども、そういったものがなかったですからね。はい。天皇陛下のように大学院に進んでからかもしれませんね。なるほど。来年1月からは皇位継承の議論が国会で本格的にやるかと言われてますからね。うん。来年決まるんであれば立場が決まった上でイギリスで行かれるというのも、イギリスの対応とかも変わって皇太子として迎えてくれますからね。気持ちいい状態でね。来年愛子様が皇太子になるんだったらその後でもいいかもわからないですね。はいはい。女系天皇はどうなるかわからないけども、女性天皇は認めてくれるでしょうからね。確かに。いよいよ本格的に皇位継承についても動き出して、政府もしっかりと国会で専門家を呼んで議論して、女性天皇と女系天皇を認めてほしいですね。本当ですね。ちなみに週刊新潮に白紙の問題が書かれてましたね。ほう。佳子さまのペルー訪問が閣議了解されて11月1日から10日間の日程でリマとインカ帝国の都のクスコに滞在ということですね。おお。佳子さまが外国訪問されるのはオーストリアとハンガリー以来の4年ぶりで、日本とペルーの外交関係樹立150周年で、140周年の時には白紙の5歳が訪問しているわけですね。あ、10年前ね。2019年には眞子さんが日本人移住120周年の節目で渡航しています。はい。佳子さまは民間機で11月1日の朝に羽田から出発されるんですね。うん。その日の夜にリマに到着をしてから翌日は記念式典で、3日目にはクスコへ移動されるようですね。はいはい。そして4日目には世界遺産のマチュピチュ遺跡を視察ですね。まあみんな行きますしね、あそこは。5日目にはリマに戻られて、翌6日は手話で授業を行う特別支援学校を視察されるようですね。うん。そして7日は大統領が主催するご参加ということですね。はいはい。9日に現地をお立ちになって10日午後に日本へ帰国するようですね。うん。なんか無駄なスケジュールが多いですね。あちなみにリマからクスコは飛行機で1時間ぐらいで行けるようですけども、山越えなんでバスだったら21時間かかるようですね。おお。だから多分飛行機で移動でしょうね。そうでしょうね。それを考えるとリマに戻ってくるんだったらリマでの用事を終わらせてからクスコに行った方がいいような気もしますけどね。効率がいいと。リマではスイスホテルに滞在して、クスコでは修道院を改装したモナステリオに宿泊されるようですね。はい。5つ星ホテルみたいですね。いいホテル。ちなみに行きと帰りはトランジェットでヒューストンを経由するわけですね。うん。行きは朝8時過ぎに経由地に着いてから9時間ほど空き時間がありますね。あ、結構。その間に佳子さまは空港の外のホテルでお休みになるところですね。はい。それで帰りは朝7時頃に経由地に着いて、乗り継ぎ時間は約3時間ありますね。はいはい。だからこの時は空港内でお待ちになるところですね。うん。そこで日程が判明するとレクが行われて、経由地で眞子さんと会うんじゃないかと質問が出たわけですね。なるほど。そうすると式部職はホテルの外に出られる予定はないし、どなたかと会う予定もないと説明したわけですね。ずっとホテルの中だと。それで改めて翌日に皇嗣職の会見があって、滞在中に眞子さんとお会いになるのか質問したようですね。うん。そして眞子さんについて確認したのに、そういう方にお会いになる予定はないと承知していると炎上されたようですね。そういう方に。ものすごい秋島ご夫妻から指示を受けているのかもしれませんね。眞子さんというワードを使うなと言われたから、そういう方という表現にしたのかもしれませんね。ちなみに民間機ということでネット検索してみると、11月1日の午前10時25分発の飛行機で羽田から行くようですね。はい。それでヒューストンでは7時間45分滞在して、16時25分発の飛行機で当日の22時45分にリマ空港に到着するようですね。うん。帰りは深夜1時50分の飛行機でリマから旅立って、ヒューストンには朝の7時25分に到着して、2時間50分滞在して10時15分にヒューストンを出発するようですね。なるほど。日本には11月10日の15時20分に到着をします。全日空の飛行機で行くようですね。うん。まあ、眞子さんの時は24時間以上滞在して帰国しましたからね。はいはい。それを考えると確かに合わない可能性もありますね。ああ、そういうこと。帰りは滞在時間が2時間50分だから、2時間も会う時間はないでしょうからね。はいはい。そう考えると会うとしたら生き延びんでしょうね。なるほど。そこでわざわざ空港の外に出てからホテルでの滞在なんで、あらかじめホテルで待機をしていたら分からないですからね。ああ。それか眞子さんもアメリカからリマに行って、飛行機の中で一緒で、行動だけ別で管理の便でまた眞子さんと合流ですかね。そういうこと。飛行機の時間も長いですからね。うん。まあ、宮内庁は嘘つきだってことが分かったんで、記者も誰も信じてないようですね。まあね。宮内庁は改修工事の発表とかでの件でも、大嘘つきだということが分かったんで、信じられないですからね。そうですね。改修工事に関しても、昨年改修工事が終わったときに、ご一家で年度末までに引っ越しされると発表したわけですね。はい。でも、佳子さまだけ引っ越しせずに、ご家族署に住み続けたわけですね。一人でね。それで炎上が収まらないから、急遽佳子さまだけ別居だと認めたわけですね。おお。秋篠様は私的な情報は、
出さなくてもいいという考え方みたいですね。あ、内緒でもいいと。それで毎週金曜日に行われる公職の会見では事前に青木さん、郷さんに確認するようですね。うん。その打ち合わせではこのように伝えてとか細かく指示をするのは紀子様みたいですね。ほう。会見の後から文書で青木さん、郷さんに届けられるようですね。なるほど。それを見てまた紀子様からご指導があるわけですね。うん。だから青木さん、郷さんの意向に反して会見ができないわけですね。はあ。もともと青木さん様が誕生日会見で発信力の強化に言及されたのに真逆の結果になっているわけですね。そうですよ。これは久志様のコロナ感染でも発表されたのは14日でしたけども前日から高熱を出されていたわけですね。うん。でも発表も遅かったし15日の皇嗣職の会見でも久志様の容態について全体的に落ち着いておられると最低限のことしか言わなかったわけですね。うん。だから熱がどうなったとかそういう症状については語らないわけですね。何度かぐらいね。高熱のままなのか平熱なのかその点について何度も聞いても答えないようですね。内緒やと。佳子さまがコロナに感染した時も質問されると落ち着いているというだけで症状がどうなっているのかが分からないわけですね。曖昧だね。熱がどうなったのかは別に隠す必要もないし、なぜそこまで隠すのかとかですね。本当ですね。上皇后妻の時には細かい説明があったようですね。うん。上皇后妻からは国民にありのままを伝えてほしいということだったようですね。はいはい。まあ美智子さまの姿勢もあるからこちらも怪しいですけどね。でも秋島家は家庭内のことを大げさにしなくてもと受け止められてるんじゃないかと思うんですね。隠してもいいと。何か症状を言えば炎上するとでも思ってるんですかね。ああ。その逆で症状を言わない方が炎上するんですけどね。でもそういう状況だから秋島ご夫妻と皇嗣職大夫の打ち合わせでも高熱についてはどう言いましょうとかそういったことも繰り出せない状況みたいですね。ああ。秋島ご夫妻と皇嗣職と宮内庁全体が全然連携が取れてないわけですね。まあ仲悪いというかね。だから広報室も意味がないわけですね。うん。秋島家の皇嗣職ですらその状況なんで新設された広報室の発信力も期待できないわけですね。意味ないですね。皇嗣職は秋島家のメス会じゃないということで珍しく山下真司さんが秋島家に苦言を呈してましたね。ほう。ただあくまでも宮内庁が秋島家にしっかりと進言すべきだということですね。うん。そうしなければ国民とのズレが大きくなるばかりということですね。広がる一方と。もうここまでズレまくると国民の信頼は回復することはないですけどね。まあ当然ね。ちなみにエトストラジャパンさんが久志様の稲研究について記事を書いてましたね。はい。久志様の17歳の誕生日に稲の研究について研究があったからそういった記事が増えたわけですね。うん。その前まではトンボの話題が多かったですけどもどうも最近は稲の記事が多くてそれと帝王学を絡めてくるような記事が多いわけですね。無理やりね。天皇陛下は五穀豊穣を願う行事とかもあるから将来の天皇として駆けてきたりとかつくば市の農研機構とかでも稲の品種改良について関心が多いとかですね。はいはい。でも質問も知識がなさそうな質問だったわけですね。おう。なぜ毎年種を植えるんですかとか初歩的なことを質問されてましたね。誰でもできそうだね。久志様は16歳の誕生日でも一応稲に関することについては触れていて、うん、コシヒカリの突然変異で生まれた低アミノ酸米品種で食感が人気のミルキークイーンのもち米を育てていると発表されてました。はい。アクションご夫妻は2020年に緑の愛護の集いのオンラインコームでコシヒカリの品種改良について説明を受けたようですね。うん。その時に遺伝子をどのように抽出するのか聞いたようですね。はいはい。おそらくこの時に何かヒントを得て日差し様の優秀設定を考えたんじゃないかとですね。ヒントを得て17歳の誕生日文書の全文を公開したのはズブズブのフジテレビだけでしたけども、そのタイトルには稲の品種改良に強い関心とありました。はい。そしてつくば市に行っていろんな稲の品種改良をやってその成果の一つを日差し様のものにしようとしてるんじゃないかとですね。何でもありですね。品種登録には一般的に10年ほどかかるようですね。でも久志様はその前から詳しく研究していたとはとても思えないですからね。そらね。ちなみに尾形湊くんという15歳の少年がいます。はい。中学校3年生ですけども野菜ソムリエの資格を8歳で取得したすごい少年です。はいはい。12歳には日本魚検定1級に合格をして魚にも詳しいですね。ギフテッドみたいな。茨城県の PR 大使もらっていてテレビでもクイズ99人の壁で11歳の時にグランドスラムを達成してますね。うん。しかも2度達成していて圧倒的な強さを誇っているようです。はいはい。詳しいだけじゃなくて早押し勝負でも勝ってるわけですね。うん。サンドウィッチマン芦田愛菜の博士さんでも出演していて野菜とか果物の知識もそうですけども女優とか有名俳優とロケをして MC っぷりにも評価があるようですね。ほう。2021年には野菜が美味しくなるクイズの本を出版しています。うん。そして2021年8月には久志様がロケに行った農研機構で初の広報アンバサダーに就任しています。はあ。他にも企業の野菜菜園推進室スペシャルアンバサダーに就任したりとかめちゃくちゃ野菜とか果物とか
いろいろと詳しい子どもですね。ほんまですね。まあこういう子どもこそ東京大学に推薦とかで行くべきでしょうけども、まさに農研機構で広報アンバサダーということだから、この子を案内してもおかしくなかったわけですね。ねえ、広報アンバサダーとして悠仁さまに稲の知識とか桃の知識とかを教えてもらっていてもおかしくなかったわけですね。はいはい。でもさすがに17歳の悠仁さまが15歳の子供に教えられるとプライドがありますからね。ただ間違いなく稲とか果物についてもものすごい知識があることだけは間違いないですね。そうそうね、悠仁さまの偽物の知識とは大違いですね。はいはい。本物の知識を持っているわけですね。おお。なぜ毎年稲を植えるんですかとか、そんなくだらない質問はしませんね。質問するとしたら異次元のレベルの質問で、専門用語が飛び交って専門家同士でしか分からないような質問をするんでしょうね。あ、ちなみに尾形湊君は1歳の頃から外に遊びに行くときにおやつとして人参とかプチトマトにさつまいもが入ったタッパーを持っていったようですね。はお菓子よりも野菜の方が好きだったようですね。お、小さい頃は電車が好きで駅弁も好きだったようですけども、初めて喋ったことは電車みたいですね。初めてが。そうですね、電車好きで路線図を見て漢字を覚えたりとか地名を覚えたりですね。はいはい。まあ好きなことから漢字とか地名を覚えてたんですね。なるほど。悠仁さまも稲とかトンボとかを突き詰めていったら難しい漢字とかもたくさん出てきただろうし、うん、小学校5年生で悠仁の悠仁という漢字が書けないなんてことはないでしょうね。まあいろいろと問題が多いですけども、今後ねどういった点からなっていくのか、よかったらコメントもらえると嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録もなしたら登録の方お願いします。よろしくお願いします。